どうもマックス杉でございます。私は本日東京都ですね、大塚という駅に来ております。で本日お邪魔させていただくお店さんが毎度おなじみ麺屋いぶすけさん、こちら大塚にある家系ラーメンの名店なんですけれども、本日は、こちらでとあるチャレンジをしたいと思います。でちょっとここ見ていただきたいんですけれど、このチャレンジを僕ちょうど1年前にやって、制限時間45分で1枚分食べきれるかと、で結果39分9秒という記録を残して、成功しました。なので今回はですね、この過去の自分の記録を果たしてマックス鈴木は1年後超えられるのかという企画をやってみたいと思います。なので本日は前回と全く同じメニューで、制限時間を今度は39分9秒にしようということ、39分8秒にしようということでございます。ただ一つだけちょっと訂正がありましたですね、前回いただいたラーメンとかつけ麺の中に辛いメニューがあったんですけども、今ちょっとそちらやられてないので、そちらの辛みはなしの普通の感じになります。味付けはですが量は全く変わりませんので、よろしくお願いします。そんな感じで本日は過去の自分を超えられるのかチャレンジ、いぶすけさんでスタートです。前回の動画見直したんですけど、もう本当にもう本当に無理じゃねえか頑張ろう。はい、というわけでもろもろの準備が整えましたので始めていきたいと思います。ちょっとお箸こちらでごめんなさい。こちらが一つ目のセットになりますね。でメニュー名は出てるやつです。で39分8秒に設定しての1秒繰り上げの、設定時間にしました。要はこれでクリアできなかったら超えれてないってことです。前回のルールと同様にスーパーは飲まなくていいルールなんですけれども、前回は、結構もう水分吸っちゃってたなって感じなんですけども、一応前回と同じルールでいきますのでよろしくお願いします。では店主すいません、大変お手数なんですが、5秒前ぐらいから合図お願いしてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。4 3 2 1 3、おー、ありがとうございます。いただきます。いただきます。いろいろなラーメンやって分かったんですけど、やっぱ海苔は膨れるんですよね。お願いします。
ございます。とにかく麺に水分を吸わせない。ちょっとティッシュ下に置きました。ごめんなさい。お願いします。はい、ありがとうございます。これもつけ麺ですか。はい、
が熱いんで冷まします。余分な水分取りたくないんで。お願いします。ネギをしんなりさせて食べやすくします。食べにくいんで具やっつけました。ネギはレベル高い。
お願いします。
願いします。はい、塩ネギネギダブル味玉味海苔ダブル。はい。あっ、
お願いします。はい、ネギともやしキャベツダブルの海苔とこれで完成です。
て、はい、弱ぐらい。いやでも日々成長っす。いやでもなんかあの前回と違ってある程度やっぱ流れが予想できるのはでかいと思います。精神的に1回やってるからしたらもっと縮めてなきゃおかしいんですけど。いやでまあ若干喋れる余裕はある。ありがとうございました。という感じの本日は大塚にございます指宿さんよりお送りさせていただきました。ありがとうございました。はあ、あのなんとなく最後に来たこれは覚えてたんですけど、また改めて見るとここまででかかったなと思いましたね。でも海苔の食べ方とかだいたい分かってきたんで、その辺が大きかったかなと思います。以上でございます。いやマジかすった。でも前回なんかあれだいぶそうですね、喋れてはいますね、はい。